お疲れ様です。競輪いつきチャンネル一つです。大宮競輪2日目準決勝、展開予想をしていきたいと思います。 初日の脇元は圧巻ということでね。いや、意外とついていけるのかなっていうのは、あれペース落としてたんですよね。直線入ってから本気で踏んだら、後ろの新山がちぎれだということで、今回もね、マークしててもちぎれていくのかどうか、圧巻の強さを見せてほしいと。まずは大宮競輪500メートルバンク、直線が66.7メートルと長いです。1着の決まり手、逃げ19、まくり28、差し53と、差し合い有利のバンク、まくりも決まるというところです。 ですけれどまあ、脇元にかかったら逃げ切りなんでしょうね。2着、逃げ15、まくり14、差し37、マーク34と、えしっかりとね、す字違いが出るバンク、それが大宮バンクです。大宮10レース、メンバーを見ていきたいと思います。1番、阿部、2番、大塚、3番、窓どは、4番、佐藤、5番、新山、6番、小野、7番、吉田となっております。ラインを確認していきましょう。714。 7番の吉田に1番の安倍、4番の佐藤が固めます。6番2番、6番の大野に2番の大塚、3番5番、3番の窓場に5番の新山と。3対2対2、ライン3分線です。まずはライン先頭を走る自力型を比較していきましょう。7番の吉田、バック12回、ホーム14回。 2ゲの決まり手が9、まくりが6、差しが1、マークが0と先行まくりで戦います。まあ永久からね、上がってきてますけれど、しっかりとね、ここも主導権取っていくんじゃないかなと思います。6番のオノ、バック0回、ホーム0回、2ゲームまくりの決まり手がありません。差しが4のマークが0ということでね、まあここはね、中段取りからのまくり追い込みでしょうかね。 3番の窓場、バック3回、ホーム5回、逃げの決まり手が2、まくりが4、差しが6、マークが1と、えー、少し前まではね、まくり一発っていうイメージもあったんですけれど、まあ落ち着いて走ればね、はい、自在型ということになっておりますので、えー、まあ大宮のね、長い直線、強襲してくるのかどうかと。スタートは1番の阿部もいますしね、7、1、4で前受けかなと。えー、2番の大塚がしっかりと中段キープ、6番、2番、3番、5番は外枠引いておりますので、まずはね、後方からの仕掛けと。 赤番すぎ、3番5番が、まずはゆっくり上昇と、6番2番が切り替えて、7、1、4。えー、ジャンすぎぐらいですかね、7、1、4発進と、3番5番、6番2番というふうに、ね、考えましたので、まずはここ、まあね、7番がいてくれるんでね、1番の安倍がさばいて抜け出すということでね、ね1の安倍から本戦。抑えは3番。窓場の一発ということでね、3番から抑えていきたいと思います。 まずは1の安倍から4番7番ラインの前後をつけまして、まくりを呼んでくる3番の窓場で1から473折り返し前、こちらの方が本戦1からの抜け、2番もね、シャタンで押さえていきます。そして3番の窓場のまくりが一撃決まったとき、まずはね、マークしてる5番の新山7番の吉田の前残り2番の大塚の突っ込みと3から572こちらの方でね、勝負の方をしていきたいと思います。 続きまして、11レースメンバーを見ていきたいと思います。1番岡本、2番茎原、3番江森、4番高橋、5番隅田、6番山崎、7番小林となっております。ラインを確認していきましょう。4番1番、4番の高橋に1番の岡本、5、2、6、5番の隅田に2番の茎原、6番の山崎が回ります。7番3番、7番の小林に3番の江森と、2対3対2、ライン3分線です。 まずはライン先頭を走る自力型を比較していきましょう。4番の高橋、マック1回、ホーム0回、逃げ1、まくり1、差し4、マーク1と。えもう基本的には、差しがメインになってきましたね。えそして、まくりも打てますし、かましも打てるということでね。えここ4番の高橋のまく、あ、り先行ですねえ。ここ要注意と。 5番の隅田、バック5回ホーム4回、逃げ抜き前手が2、まくりが10、刺しが5、マークが0と、えー、こちらの方もね、オールランドプレイヤーですけれど、まあ、目下絶好調ということでね、えー、不死鳥の男ということで、えー、復活してきてはね、こ、え、け、ー、てまたね、リタイアしてしまうというところがありますけれどね、えー、この復活の魂、5番の隅田、あここはね、まくり先行で本戦形成していきます。7番の小林、バック1回ホーム3回、逃げ抜き前手が0、まくりが3、刺しが3、マークが0と、えー、こちらは 差しで戦いますとスタートは1番の岡本がいるんでね、えー、高橋4番1番で前受けするかもしくは526が前受けするかどちらかですね、えー、そして7番3番がまずは後方からと赤番すぎまずはゆっくり7番3番上昇526が切り替えて4番1番 ジャンの合図とともにね、えー、そろそろ外に持ち出してね、えー、皆さん牽制が入る頃と。まあライン3人ですしね、えー、5番の隅田、一周掛けだったらね、えー、直線長い大宮でも、まあぶっちぎっていますしね、初日の方も、えー、ここもね、えー、自信を持って仕掛けていくんじゃないかと。5、2、6が主導権、7番、3番が中段、4番、1番は後方になると思いましたので、えー、5番の番手を回る2番の木原。直線が長いんでね、えー、まあ2番のね、木、えー、原から狙っていきたいと思います。 押さえは、4番の高橋の奇襲がけ、ましが決まった時、1番の岡本が抜けてるということで、1番からいきます。えー、まずはね、2番の茎原から、ラインの前後、5番、6番をつけて、そして4番の高橋のまくり追い込みということで、2位から5、6、4、こちらの方が本戦です。押さえは、まずは2からの抜けということで、ね、7番の小林のまくり追い込み、2番、7番折り返し、 そして、4番の高橋のかましが決まったとき、1番の岡本が恵まれると。1番の岡本から、4番の高橋、5番の隅田、2番の朽木原、7番の小林ということで、1から4、5、2、7折り返し、こちらの方でね、11レースはね、狙っていきたいと思います。さあ、それでは最終12レース、脇本登場ということでね、こちらの方メンバー見ていきたいと思います。1番山田、2番脇本、3番正木、4番五日市、5番鈴木、 6番矢野、7番井原となっております。ラインを確認していきましょう。2番7番、2番の脇本に7番の井原、5番1番、5番の鈴木リックに1番の山が、4番の五日市は短期、6番3番、6番の矢野に3番の正樹ということで、2対2対1対2ラインね、細切れ線となっております。まずはライン先頭を走る自力型比較していきましょう。 2番の脇本、バック3回、ホーム2回、逃げ抜き前手が2、マークリが1、差しが0、マークが0ということでね、まあ、ここ、縦横無尽にね、走らせれば、長距離走っても、はい、最後、直線だけでね、あの、番手の選手をちぎっていくだけの足がありますんで、F1 線走らしちゃ、ちょっとね、足が違うと。ただ脇本、この F1 線を走ってね、勝ち癖つけるのはいいんですけれど、ちょっとね、あの、流しすぎたりしすぎますとね、G1 線に戻った時に、なんかズブズブ食らいそうな気がしてね、 怖いというところもあるんですけれど、さあ、2番の脇本、ここは圧巻のね、逃走劇ということで。 5番の鈴木リック、バック13回、ホーム12回、逃げの決まり手が10、マクリが2、差しが0、マック0ということでね。まあ、この脇元をね、ストップさせるんだったら、この5番の鈴木リックの機動力と、えー、ここがね、光ってくるかどうかということでね、力の両立十分あり得るんじゃないかなと思います。4番の5日1、バック0回、ホーム0回、逃げ、マクリの決まり手がついておりません、差しが11、マックが0と、マーク屋ですので、ね、広い大宮ですから、 ここ、直線、またね、2番の脇本が直線に入ってからね、7番の井原をぶっちぎるということがありましたら、そのね、感激塗って、4番の差し足が、うなりを上げるのかという感じでしょうかね。6番のイヤノ、バック11回、ホーム11回、二ヤの決まり手が5、マークリが5、さしがにマークが0とね、39歳ですけれども、先行マクリで戦ってます。ただし、A 上がりというところもありますし、脇本相手にどこまで自力が通用するのかみたいところと。 スタートは、まあ、2番の秋元、切れみなくね。ここ、横綱相撲ということでね、スタート取るでしょうということで、2番7番がスタートを取ると。1番の山賀がすぐね、その後ろ、お前中段を確保すると。まあ4、ね、4番いつか短期なんで入れてもらって、6番3番が後方からと。まあ、ここは赤番すぎでね、しっかり6番3番、イン切らないとね、2番7番突っ張られたらもう棒1本で、はい、さよならということになりますから、6番3番がまずはね、入れ替えに行くと。4番が切り替えて、5番1番と。 そしてまあ、え、脇本が行くまでにね、5番1番が先ね、スパートすると、その上を2番7番が行ってしまうんじゃないかということでね、まあ2763になってるか51になってるかなんですけれど、まあ2751っていうね、展開も十分考えられるのかなというね、ことになりますけれど、まあ、ここはあまり展開考えずに、2番の脇本から行ったらいけるんでしょうというね、え、ことで、2番のね、脇本が行きたいんですけど、問題は番手争いですね。うん。まあ、ここはね、 選手っていうのがね、見当たりませんので、まあ、7番の井原、ついていけると思うんですけれど、直線入ったら本気で踏み直しますんで、脇本が。えー、脇本が本気で踏み出した時ね、えー、初日の特選ね、新山。 ちぎれていきましたんで、えー、ここね、7番の伊原も突きまってしてね、ちぎれていくということも考えられるのかなということでね、えー、ちょっと一本勝負というのはなかなか難しいかなと。えー、なので、ここはね、2番の脇本から7番の伊原、5番の鈴木、1番の山がというところで、ねえー、つけて、2位から7、5、1、折り返しはなしということでね、えー、そして、えー、感激つくんであれば、まあ、4番の5か1ということがありますので、2位から4というところで、ね、抑えていきたいと。まあ、脇本の場合はね、このクラス だったらね刺されるということもほとんど考えなくていいのかなということがありますんで、まあ、2のね頭、鉄板という、ね、部分で、あとはね2着、誰をつけていくのかというところがありますけれど、まあ、ここはね1本でもしね金に行くんだったら25、1本でいいのかなというね気がしますけれど、さあ、大宮準決勝、またまた強い脇本見せてくれるのかどうか楽しみです。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。